ハイプサイクルハイプサイクルは特定の技術の成熟度、採用度、社会への適応度を示す図である。ガートナー社がこの用語を作り出した。1995年以来、ガートナー社はハイプサイクルを用いて新技術の登場によって生じる過度の興奮や誇張、そしてそれに続く失望を説明している。それはまた、技術がいかにしてそしていつ次の段階に進み、 実際に利益を生み出し、そして後半に受け入れられるかも示す。ガートナー社の唱えるハイプサイクルの目的は、現実から誇張を切り離すことにより、CIO や CEO が特定技術の採用可否を判断できるようにすることである。この種のサイクルの歴史的展望については、経済学者のカルロ・タペレスの研究の中に見ることができる。先端技術のハイプサイクルガートナー社によると、 ハイプサイクルは次の5つの段階から構成される。黎明期、ハイプサイクルの最初の段階は、技術の引き金、またはブレークスルーから始まる。新製品発表や、その他のイベントが報道され、関心が高まる。流行期次の段階では、世間の注目が大きくなり、過度の興奮と非現実的な期待が生じることが多い。成功事例が出ることもあるが、多くは、失敗に終わる。 幻滅期技術は過度な期待に応えられず急速に、関心が失われ、幻滅のくぼ地に入る。そしてメディアはその話題や技術を取り上げなくなる。回復期メディアでその技術が取り上げられなくなった。一方、いくつかの事業は、啓蒙の坂を登りながら継続し、その利点と適用方法を理解するようになる。安定期後半に宣言され、受け入れられるようになると、 技術は生産性の第一に到達する。その技術は徐々に安定し、第二世代、第三世代へと進化する。その第一の最終的な標高は、その技術が後半に適用可能かあるいは、日市場のみかによって様々である。今やこの用語は新技術のマーケティングにおいて幅広く使用されている。2008年9月。 ガートナー社のアナリストであるジャッキー・フェンとマーク・ラスキノが表したマスタリング・ザ・ハイプ・サイクルハウ・ツー、right right ・アドプト・ザ・ライト・イノベーション・アット・ザ・ライト・タイムがハーバード・ビジネス・プレスから出版された。この本は調査方法論としてのハイプ・サイクルを詳細に説明し一時の誇張に踊らされることのない新技術採用への明確なアプローチを紹介している。新しいメディアにおける誇張は 新しいメディア形態が社会に受け入れられる中で大きな役割を果たす。iPod のような新しいメディア技術の調査では、故障率が13.7%に達していたにハイプ、サイクルを適用することにより、一般的に技術に適用されるサイト同様の傾向が新しいメディア形態に対しても適用できることがわかる。テリーフルーはインターネットの発展に伴い、 新しいメディアとその普及の周辺に生まれる誇張はよくあることだと述べている。しかし上手に示されるように誇張の第一段階の最後にあたる過剰な期待の期間が終わるや、いなや新しいメディア技術は急速に幻滅期へと陥っていく。1990年代の多くのインターネットに関する分析は多数の誇張を取り上げた。それらの誇張は結果として インターネットに対して暴露するという反応を作り出した。しかし今ではそのような誇張とインターネットにおける否定的もしくは肯定的反応は新しいメディアとその影響を調べるための手段の一つとなっている。ハイプサイクルには多くの批判がある。その中でも顕著なものはサイクルになっていない、結果がその技術自体の本質によらない、全く科学的でない。 技術発展の速度に基づく時間経過における変化を反映していないといったものである。その他の批判には、そのサイクルが新技術の開発、またはマーケティングに実利益をもたらさず、単に過去の傾向に対するコメントに過ぎないというものがある。例えば技術成熟度と比較した際の欠点には以下がある。ありがとうございます。